はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の図形シリーズ第23弾をお送りします。で、今回もね、過去問使ってこの2問やっていきますので、まずね、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、早速ね、自分の方は解説やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。じゃあ、いつも通りね、ちょっと画面下げますので、お待ちください。行くよ。よっ。ほっ。これかな。では、まず、まあ、問題文に書いてある情報を確認していきましょう。で、三角形 ABC が、AB イコール AC の二等辺三角形だと。つまり、ここね、ここと、ここが同じだと。で、ちょっとね、これ書き込むとめんどくさいんで、一応メモ程度に書いておきます。AB イコール、AC ですね。で、D と E が中点です。ここね、中点。つまり、ここと、ここが同じだと。で、普通はここも中点なので、二本線になるんですけど、もともとが同じなんで、ここも、ここも全部同じですね。もともとが同じで、もともと同じものを半分にしてるからね、中点で。で、DE と、EF が一緒。つまり、まあ、ここと、ここも同じですと。で、その時に、まず1番が AF と BE です。AF と BE。まあ、ターゲットはここですね。ここと、ここ。同じことを言いたいと。まあ、線の長さが同じ、辺の長さが同じっていう話なので、まあ、もちろんね、長さが分かれば、AF も5です、みたいな。ね、BE も5ですって出せるんだったら、それでも構わないんですけど、今、長さが1個も与えられてないですね。中点とか分かるけど。ってことは、もうそれで勝負することができないので、まあ、合同です。で、合同を言うために、じゃあどの三角形使うかっていうと、この、今使いたいね、ターゲットの AF と BE が入ってる三角形、まあ見た目パッと見てね、この三角形、まあ AEF とこの BDE か、この三角形の合同を攻めていきましょうということで証明やっていきます。どっちか行くか。まあいいか、三角形、BDE と、三角形、これ、ね、BDE の順番なので AEF か。三角形 AEF に、置いて、で、いきます。で、まぁ、細かい書き方は気にしないでください。まぁ、でも絶対やっちゃいけないのは、1行目でここに合同マークね。3本線入れた時点でも、その正面全部アウトになるんで。まぁ、そこは気をつけましょう。で、まぁ、何使っていくか。で、アイテム3つ揃えたいんですよね。で、今、もうパッと見てわかるように、ここ一緒なんですよ。わかります。同じですね。これ、過程から同じだと。で、ここも同じです。で、これは今、一応書くためには、元々が一緒で、それぞれの中点だからって書き方をしなきゃいけないですけど、ここがまあ同じもできてると。ってことは、もう一個、どこが必要かっていうと、二つの辺が分かってるので、あと一辺。そうすれば三組の辺がっていうことができるんですけど、三組目の辺は、その求めたいターゲット。まあ、正直結論だよね。結論で使いたいものなので、絶対もう使えないんですよ。ってことは、間の角。ここで攻めるしかない。こことここ。じゃあ、ここを何とかして同じって言えないかなって考えたときに、これは、ストレートに同じとは言えないので、ワンクッションを挟みます。で、どう挟むかっていうと、こいつは、今、180度から、この部分、各 AD、ADE ですね。を引いたものですよね。お隣さんを引くっていうのは180度を引けばいいから。180度からこの AD を引いたらこれになるでしょ。で、ここも、180度から AED か。各 AED を引いたものになります。ここですね。って表すことができる。で、なんでこんなことしてるかっていうと、ADE と AED は同じなんです、今。なぜならこれ上二等辺三角形だから。いい。ってことは、180度から同じものを引いてるんだから残ったものも同じでしょ。つまり同じっていうことができる。これで道筋が立てられたので、あとは書いていくだけですね。じゃあ行きましょう。まずから書きやすい過程からいきますか。で、ちょっとね、2番も板書量を使う気がするので、ちっちゃくなりますが、もしパソコンの方はね、大きく表示して見てみてください。過程から、DE イコール EF ですね。で、これがまず1個目のアイテムだと。で、二つ目のアイテムは、まあ、過程なんで、まあ、一回ちょっと普通に、なんだ、言葉並べて書きますね。綺麗に書いてもいいんですけど、もともと AB イコール AC ですよね。AC。
で、かつ、2点。D、E は、AB と AC の中点。まあ、さっき口で説明したやつです。それぞれこれが同じで、それぞれが中点だから、当然この半分も同じでしょっていう話。だから、DB と、AE か。が同じになる。なので、DB イコール EA か。順番はね。まあ、同じですと。まあ、ここね。ここが同じと言いました。で、三つ目のアイテムは、ここで、まあ、こっちから行きましょうか。ここで、各 BDE これです、ここです。BDE イコール今書いた180度マイナス各 ADE でしょ。で、もう一個こっち、BDE の順番だから AEF か。各 AEF。 あの、照明書くときに対応するのが探すのいちいちめんどくさかったら、一番最初か、この、三角形ホニャララと三角形ホニャララにおいてって部分で、絶対ここを外さなければ、このアルファベット順で確認してください。今、AEF、あ、BDE なんで、BDE でしょ。トントントンの順番だから、それに合わせればいい。トントントンって AEF って。やれば、いちいちこの図形で、BDE だからってやらなくても、ここだけ見れば、確認できますので。だからさっきの DB もそう同じ。DB って真ん中左の順番だから、EA、真ん中左で EA って、まあ、対応するのは決まってるんで、それでやった方が、時間はね、短縮できます。で、180度引く各 AED。ですね。で、また、ここがね、三角形 ADE は、二等辺三角形より、各 ADE イコール各 AED となります。ここね、ここの丸と丸が一緒ですよって言った。で、この三つが揃ったことによって、元々の各、まあ、使いたかったアイテムですね。BDE イコール各AEF と。で、これが3つ目のアイテムになりますと。で、これで2組の辺とその間の角が揃ったので、あとは合同条件いきましょう。2組の辺と、その間の角が、それぞれ、等しいので、で、まず、合同ですね。最初に言いたかった三角形 BDE。これ初めて合同マークです。合同三角形 AEF ということができました。でも今回の結論はこれじゃないですね。もともとのターゲットはこの丸の部分です。だから、その、合同が言えたから当然重なるこの部分も同じですよね。で、その書き方としては対応するっていう言葉を使いましょう。対応する。今辺だからね、対応する辺。もし角を言いたければ対応する角よりと書いてください。対応する辺より、言いたかったのがなんだっけ ?AF と BE か。AF イコール BE。三角形の順番逆だったね、これね。まあこれはまあ問題ないです。これで減点されることはないので。これで終了となります。証明終了ね。って感じ。まあ細かい書き方はまあ気にせずで、趣旨が合ってれば OK ですね。道筋がね。で、2番でございます。で、線分 BF と CE との交点を G とするっていうことなので、ちょっと引きますか。いけっかな。ここ引いて、ここが G となります。で、AEF、三角形ね、AEF なんで、さっき使ったこいつです。AEF。こいつの、底辺を AF とするときの高さ X。AF ここね。こいつのするときの高さなんで、こっから、垂線を下ろしたこいつ。これが X です、今。X。で、もう一個。三角形 BGE ね。この細長いやつ。BGE、ここ。これを、底辺を BE を
とした時の高さなんで、こっから垂線を下ろした、ここですね。これが Y です。で、この時の X 対 Y を求めなさいと。X 対 Y。で、この問題見た時に、まあ2番ちょっと厄介で若干難しいんですけど、ただ番数量があんま入んないね。これね、X 対 Y だ、お前 X 対 Y を出せって言われた時に、うんってちょっと思ってほしいの。で、何かっていうと、例えば、X と Y の長さをそれぞれ求めなさいでもいいわけよ。で、ものによっては、その X と Y 出させて、X 足す Y 出しなさいみたいな、こともあるわけ。で、それぞれ出して、例えば X が3ルート2、Y が2ルート2だったら足して5ルート2が答えみたいなことも出せるわけですよ。でもそうじゃなくて、比なんだよね。意図的に。これなんでだろうって思ってほしい。問題を読んだ時に。これはおそらく X と Y がそれぞれ出ないんですよ。まあ、もしかしたら出るかもしんないけど。何ルート何とか長さが出せない。ってことは、わざわざ比にしてるから長さを出しに行かなくてもいいんだと。違うやり方なんだと思ってください。で、まあ、図形問題ですよね、もろに。これが、円が入ってれば、円周角を必ず使います。円周角を使うはずなんですけど、特に円はないので、普通に、相似で勝負します。中学校範囲だったら。この比が出てきたらね、相似で勝負する。じゃあ、どう相似を持っていこうかって話なの。パッと見、この X と Y なんて関係性がないからさ。じゃあ、今、1番で、わざわざ AF と BE を同じって言わせたんだよね。で、まあ、これを使うわけではないんですけど、なんでこんなこと言わせたかっていうと、面積が同じものとかいっぱいあるわけよ。まあ、いっぱいっていうか、まあ、1個目証明したわけじゃん。で、今何が言いたいかっていうと、三角形 AEF、こいつをこっちに持ってきます。なぜなら、AEF と BDE は同じなので、この上の三角形の面積と、ここが同じでしょ？同じ。で、AF と BE の長さが同じだから、この X っていうのは、ここに持ってくることができるわけ。ここに持ってこれる。だからもうこっち無視です。こっちの三角形。もう気にしなくていい。こっちに話を持ってきたから。で、近寄ってきたからさ、やりやすくなるはずなの。近寄ってきたから。でもこのままでまだ勝負できないからどうするかって考えます。で、今ですね、この、まあ、青の三角形と、こっち。赤の三角形ありますよね。こいつ二つとも底辺共通なんですよ。底辺が共通。同じ BE っていうここを底辺にした高さと高さなんです。ってことは、今 X 対 Y の話をしてるんですけど、これを辺の長さから、まあ、辺の比から三角形の面積の話に変えることができます。X は BDEの面積だし、こっちの赤の方、赤は赤でいこうか。ちょっと見にくかったらごめんね。赤は三角形 BGE にしようか。辺の長さの話だったんだけど、面積の話にこう切り替えることができる、ここで。で、なぜかっていうと、底辺が共通だから、同じ底辺の長さだったら、高さが3倍になれば面積も3倍だよね。底辺同じだから。だから、辺の、高さの比、X 対 Y の高さの比が、その面積比に変わります。これは相似比とは違うからね。相似比とは違う。これちょっと、脱線して申し訳ないんだけど、結構混ざりやすいところなんで、ちょっと説明させてください。相似比っていうのは、相似っていうのはさ、まあ、ドラえもんちょっと詳しくなかったらごめんなんだけど、もうビッグライトとスモールライトなわけ。そのまんまのものをビッグライトを当てて、そのまんま大きくしたものが相似っていう関係。もちろんちっちゃいのもそうですけど。だから、今これをね、相似比をじゃあ、1対3、つまり3倍したとします、これを。3倍した。で、相似比みんな勉強してれば、相似比が1対3だったら、面積比は1対9になるんですよ。これは2乗します、両方。1の2乗対3の2乗っていう。これは相似比からの面積比なんでね。だからよく、あ、じゃあ面積だから1対9じゃないんですかみたいな話になるんですけど、それは、底辺も3倍したし、高さも3倍してるから、3倍かける3倍だから1対9になるの。って、底辺も3倍で高さも3倍だからね。これが相似比からの面積比。今は、底辺共通です。同じです。底辺が変わってなくて、高さだけほにゃらら倍してるから、X 対 Y がその面積比に変えることができます。だから今この面積で考えればいいの。面積で考える。で、これがもっとやりやすくって、三角形 BDE、この青の方ね。
面積って実は三角形、BFE と同じなんです。どこかっていうとここです。ここ重なって見にくくてごめんね。この青の三角形とこの青の三角形は同じです。なぜかっていうと底辺の長さがもともと同じで高さ共通だから、だから面積は同じなの。こうすることによって赤と青が同じ中に含まれたんだよね。含まれた。で、こっからまた勝負どころで、今この青の細長い三角形、まあ、BFE ね、こいつと赤の三角形っていうのは底辺の長さだけ違って高さが共通って見ることができます。高さどこかっていうとここです。ここ両方とも赤も青の三角形も高さが同じなので、底辺の長さがそのまま面積の比に変わると。つまり青の方は底辺ここでしょ。つまりBF か、下入ってるかな、あ、ギリギリだね。 BF って長さになるし、赤の方はこの BG の長さが底辺の長さになる。つまり面積比がこの BF 対 BG と同じだよっていう。もともと X 対 Y からスタートしてるんだけど、ここまで持ってこれる話をこうすり替えていってね。じゃあ BF 対 BG 出せないかなって考えるんです。で、まあ、最初に相似って話をしてだいぶこう脱線してね、ここにやっとたどり着いたんですけど、相似っていうのは、まあ、中学校範囲だとよく出てくる形はね、まあ、この形です。平行になって、まあ、ピラミッドみたいな感じ、この形か砂時計型、こういう形、まあ、ここは平行ですけど、まあ、これ必ず相似になるわけですよ。これはもうよく出てくる。この形が出てきたら、あ、相似使うんじゃねって思ってください。で、今どこにあるかっていうと、ここにあるんです。砂時計がここ上の三角形と下の三角形は相似です。い、上と平行だからね、上も下も。で、相似比いくつかなって考えると、これもともとこの大きな三角形、ここね、三角形が中点中点で切ってるから、中点連結定理が使えるんですよ。だから中点連結定理使うから、ここがもともと1対2なんです。中点連結定理使ってるからね、1対2、まあ、もちろん元々三角形が1対2で考えても構わないんですけど、で、ここの長さとここの長さは一緒だから、ここも1なんですよ、比としては。つまりこの上の三角形と下の三角形の相似比っていうのは1対2ってことがすぐわかります。ってことは、ここの長さも1対、まあ、ちょっと同じ丸で書いてた、2ってなりますよね。こう1対2、ここが対応するから。で、今 BF 対 BG を出したいんですよ。 BF 対 BG、 今 BF ってこっからここまででしょ。1対2ってなってるんだから、比で考えたら1と2を足して3じゃないですか。ここ BF、 ここだから1対2だから。で、 BG っていうのは今2になってるから、BF 対 BG は3対2っていうのが分かるんです。これでここまで来ればね、3対2で、今ほとんど何出した、出して、何を出したかったのかっていうと、 X 対 Y を出したかった。 X 対 Y からずっと話を変えてって、それは3対2って言ってるんだから、結論として答えはこの3対2で終了なんです。これで終わり。だから、まあ、この問題に関しては結構図形が苦手だったりすると、そのステップがいっぱいあるんで難しくやっぱり感じるとは思うんですけど、まあ、考えた思考としてね、この問題が解けなきゃいけないってわけじゃなくて、こういう問題が出てきた時の考え方としては、まあ、元々比でスタートしてるから、だから、あ、これは長さを出そうっていうチャレンジではなくって、話をすり替えていく、相似を使ってすり替えていくんだなと考えてください。で、まあ、きっかけとしては1番で合同わざわざやってるので、この X と Y かけ離れたものから勝負できないから、面積をずらしていけばいいんだと。こっからまずここにずらしてきた、近寄ってきたなって、あ、近寄ってきて、これ底辺共通だから、高さの比がそのまま面積比にいけるじゃん。あれ、こっちの面積この面積と一緒じゃね、面積が重なってしまった方が絶対比は使いやすくなるからね、あ、これいけるじゃんってなって、で、そこでこの砂時計型に気づいて、相似比に気づければたどり着けるっていう、まあ、アプローチになりますので、ぜひね、復習してもらって、自分の力で、これ多分一回、あ、なるほどって思っても多分後で解けないから、ぜひ自分の力で解けるようになるまで復習してもらえたらと思います。ではね、ちょっと長くなってしまったんですがね、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。